元日本代表監督のアギーレ氏65がメキシコ代表監督に就任した。メキシコサッカー協会は22日、日本時間アギーレ監督がメキシコ代表に合流した。26年 W 杯で最強にチームを作ることが目標で、チーム管理能力と経験、リーダーシップに期待すると発表した。アギーレ監督は3度目の同代表就任。 二年 W 杯日韓大会、十年南アフリカ大会で、メキシコ代表監督として、いずれも十六強に進出した。十四年八月から十五年二月まで、日本代表監督を務めた。